5秒前、4、3、2、1、スタートです。いってらっしゃい、いってらっしゃい、いってらっしゃい、楽しんできてください。皆さんこんにちは、ケンです。はい、ということで若さじセンチリライドスタートいたしました。まずはね、味方五湖、味方五湖皆さん知ってますね。私はですね、今から機材のチェック、カメラのチェックなどがありますので、スタートして早速ですけど休憩してます。まあ今日はどんなバイクで走ってるかちょっと紹介しましょうか。はい、今日はワカサジセンチュリーライド120キロにエントリーしました。走るバイクはキャノンデールトップストーンカーボンレフティですね、まあ、おなじみのやつですね。でタイヤは、スポンサーいただいているパナレーサーグラベルキング SS27.5×1.90、 めちゃくちゃ太いやつ履いてます。ワカサジセンチュリーライドは結構ロングライドイベントの中でも獲得標高が多くて過酷なイベントなんですけども、9割ぐらいはロードバイクですね。その他にもミニベロで来てる人もいたりしましたので、はい、まあ、皆さんそれぞれの自転車で楽しんでいただければいいのかなと思います。今まで160キロ120キロとスーパーシックスエボで完走してきたので、今回はこれで大丈夫かなっていう感じですね。まあ、コースも知り尽くしているということで、今回は私は撮影に徹したいと思います。それでは楽しんで行ってまいります。はい、ということでね、今からレインボーラインに登ります。車でしか走れない有料道路なんですけども、ワカサジセンチュリーライドの時だけ貸し切りにして、なんと自転車のみ走行できるっていう感じですね。まあここでね、結構きつい登りがあるので集団がばらけてきます。グラベルロードで来てるんですけど、まあ、自分のペースでねしっかり登っていきたいと思います。はい、見てください、渋滞が発生してます。少し登ったところですね、第一補給スポットがあります。今回配布されるのは水と確かオレンジだったと思います。レインボーライン登ってきます。まず入ってすぐ 9% の勾配ですね。結構きつい登りになってます。はい、料金所が見えてきました。写真スポットがあるんでね、料金所入ってすぐにそこで写真撮るのおすすめですよ。あとはトイレ休憩とかここにあるからおすすめです。おー、きつい。
GoPro マウント変更して料金所から出発しました。料金所までの上りが結構きついんで注意です。だいたい 9% ぐらいありますんで、今はね今 7% ぐらいあるかな。しっかり一歩ずつ登っていきたいと思います。あ、グラフィルですか。グラフィル、グラベルで、もう重いです。重いですね。あ、ありがとうございます。グラフィルは結構きつそうですね。きついですね。でもかっこいいですね。ありがとうございます。乗り心地はすごくいいんです。これ欲しいですね。これ47とか。え、47。今日はすごい。いいっすよ、山道。あれもうそれじゃあると思って。フロントギアが1つしかない。1つしかないんで平坦もトップで走るしかないっていう。はいはい、すいません。いい、どうぞどうぞ。とんでもない、とんでもない。ありがとうございます。到着です。ママチャリ。ママチャリ、ママチャリはすごいな。今からはもうちょっと登って一気に、レインボーラインを下山します。その後また三方五湖沿いを走りまして、鶴ヶ湾、はい、鶴ヶ半島を走ります。次の目的地、第二チェックポイントは水晶浜です。そこまで一気に行きたいと思います。
半島です。海沿いを今気持ちよく走ってます。はい、第2チェックポイント、水晶浜。よいしょ。第3エイドは場所変わりましたね。新しくできた施設。今ですね、第4チェックポイントの熊谷宿に向かってるんですけども、ここですね、本当はもっとね平坦で行けるルートあるんですけど、この山をね越えるルートですね、なので
今からきつい登りが待ってます。で、ここの山を越えた先にもう下りきった後に熊谷宿があります。そこでの補給は、3年前で言うとカレーと飲み物が出てきたんですけど、今回は何が出るでしょうね。まあ、そこでがっつりお昼ご飯食べてね、あとは残り30キロぐらい小浜の海沿いを走って会場へゴールっていう感じですね。勾配 10% になるとフロントシングルではちょっときついですね。ロー側も足りないし、平坦とか下り坂でも、まあ、常に今トップで走ってるような感じです。そばですね。あとはくず羊羹もあるそうです。なのでこれ食べたら取っていきたいと思います。時間余裕あるんで、もうコーヒータイムです。すごい、美味しそう。これもそうやな。あっちもあるけど、もう暑い。あー、1号やね。1号、2号だって1って書いてある。そこからスタート？そうやな、ここから行くわ。じゃあ、あとはゆっくりゴールして、気をつけて。Thank you.
った。私たちにとったらもうもはやソウルフード、はい、とも言いたくなるような食べ物です。サバをぬか漬けにして、ありがとうございます。塩でも